はい、お願いします。はい、うん、今日の2つ目の相談ですね。ちょっとだいぶやばい相談になりますね。前回のカウンセリングの日の夜、車をガードレールにぶつけてしまいましたと、うん、行きつけの、車屋さんに出しましたと、うん、もうこういうことから解放されたい、うん、おかしすぎる、おかしいことが多すぎる、うん、本当にその通りです、うん、これを宝に変えれるとしたらね、心を悪魔に売っているドコットにまた気づきがあったということで、私がもし死んでも悲しまないでしょう、心がないんだから私も同じでしょう、うん、このことでカウンセリングは必要でしょうかって、まあもう大必要ですね。うん、でその上に一つ、5月の休みの希望が職場で出さないといけませんと、まあ、普通は行くところを決めてから休みを取ると思いますが、私はおかしいんですねと、うん、まあ私はというより私もですね、うん、世間の人大概そうじゃないでしょうかね、うんうん、先休みから取るみたいなね。うん、先生に言われた、これって西岸当時ってあれどこ、那智でしたっけ、那智、ね、うん、那智に行こうと本当は思ってましたと、これって本当に私の行きたいところなのでしょうか、でこれはさっきの文と車のガードレールぶつけたのと、うんうん、その、はい、まあ時間を何に使うかっていうことって心の問題ですから、はい、まあ、共通しているんじゃないかなと思いますね。まずは深刻なその、はい、まあ、福山さんは僕のクライアントさんの中で、はい、残念ながら、うん、群を抜いて、うん、違反と、うん、交通違反と、うんうん、事故が多い、そしてどちらかというと交通違反の方が多いです、うんうん、でお仲間の中に、うん、あまり名誉なことではないんですけど、はい、交通違反は滅多にないんですけど、はい、事故っていうのが、はい、すごく多かったということになります、うん、はい、ここが少し違います、はい、福山さんは今も多いんです、うんうんうん、彼女は、うん、ほぼ過去形になります、はい、うん、ということは彼女がどうやってそれを減らしたのかっていうことも福山さんにとっては、うん、非常に参考になる、うんうん、そして今福山さんらしいなって思ったのは、うん、はい、これ福山さんは自分で気づいてますかね、はい、うん、競争に負けたような顔の表情をしてるんですね。今の話は、うん、悔しがるシーンじゃないですよね。あ、仲間でいたんだっていうことは、私もその人に先生が教えたことをやったらいいんですよねってこうニコってするとこなんだけど、あ、福山さんっていうのはそのカバラでいうハチの負けず嫌いっていうのが本当に福山さんを不幸にしてるなっていうのがあるんで、後からでもいいですから、後っていうのはその自分が今どう思ったか、顔の表情筋がね、うん、もう悔しい顔をしてたんですよ、うん、だからそれはもう言うたら潜在意識でも反射なんで、うん、あなた気づいてないですから、はい、その後に、うん、よかったって、うん、よかったっていう、うん、言霊を使ってください、はい、僕が人の話をした時は、はい、特にいい例を話したときは、はい、よかったっていうね、はい、これ大事、はい、これでこの言霊で多分、はい、あなたの潜在意識の、うん、あなたの夫もしくは母親の、うん、考え方は退治できますわ、はい、よかった、うん、よかった、そうそう、素晴らしい、はい、よかったですね、うんうん、はい、で、さっきも言いました、うん、心のブレーキを、うん、かける練習、うん、さっきの前半のカウンセリングでね、心のブレーキをかける練習、心のアクセルを踏む練習、それをしてれば、うん、交通違反と事故は減ります。うん、わかりますね、うん、これは誰でもそうです、うん、まあ、大体交通違反もしくは事故が多い人って、はい、
それとか人との揉め事が多い人、うん、それとかミスが多い人、これ何でもそうなんですね、うんうん、まあ、はたから見たら悪いことが起きる人って、うん、心のブレーキと心のアクセルの練習をすればいいんです、うん、自分が得することはアクセルを踏んで、うん、自分が損することはブレーキを踏む、うん、そしてその時に必要なのはね、今だけ思考じゃなくって、うん、その損か得かがね、うん、自分の未来に損か得かということを考えることがコツですね、うんうん、もちろん今損か得かっていうのも大事です、はい、だけど、まあ、もちろんそういう時は多々あります、うん、だけどそれを繰り返していった時に、うん、これってここでブレーキ踏んでて私って本当にこの先いいのかな、私得するのかなっていうことを、うん、考えなきゃいけない、アクセルの時もね、うん、でも今っていうのに関しては、まあ、今の損得を考える、うんうん、そして今の損得を考えることができてるのに、うん、トラブルがあるっていうことは、うん、まあ、大体僕の経験上、トラブルが多い人っていうのは、うん、未来の損得を考えてないって考えてくれた方がいいです、うん、っていうことはもう あんまり面倒くさいこと考えずに、うん、今かとか未来かとか、うん、未来の損得に集中した方がいいですね、うん、もう今の損得ちょっと一時手放した方が良くないですか、うん、はい、逆に言ったら今の損得を考えすぎて、うん、アクセルとブレーキ間違ってる人が大体交通違反とか事故とかミスとか喧嘩とか、うん、そういうこと多いですよ、うん、はい、うん、今は、うん、今っていう時間は大切なんですけど、はい、自分の頭と心を使う時っていうのは想像力っていうのは未来に使うのが、うん、一番のメリットですから、はい、未来に自分の頭、脳と心は使った方がいいと思いますよ、はい、うん、まあ、事故に関しては本当にそういうことです、うん、はい、うん、わかりますよね、はい、うん、何か私不注意してたんでしょうかじゃないんですね、うん、うん、まあ、前回カウンセリングしてそのカウンセリングしたことが気になってたんじゃないですよっていうことです、うん、あなたはいつも、うん、アクセルとブレーキ踏み間違えてるから、うん、それ気づかないから神計らいでアクセルとブレーキ踏み間違えることが現実の世界で起きる、これが神計らいだと思いますよということです、はい、うん、実際ここの下にね、うん、どことかどうのこうのとか、うん、あだこうだとか書いてますけど、うん、はい、これは、うん、まあ、厳密に言うと間違いですね、はい、さっき僕が言ったことが、はい、未来に対する損得感情、はい、うん、ね、だからどことかどうのこうとかいうのはこれ今のことですね、うん、どちらかというと、うん、はい、うん、今のこと、うん、今度はもう考える必要もないですよ、はい、毒親と毒夫、はい、うん、全てに関して損しかないです、はい、そうですね、うん、はい、うん、ただ、うん、ね、うん、広い視野で、うん、超未来思考、さっきのは未来思考、うん、まあ言うたら何、うん、来週とか1ヶ月後とか、うん、1年後とか、はい、超未来思考っていうのは自分の今後の未来全てって考えた時に、毒夫のこととか毒親のことを考えるというのはすごく大切ですよね、うんうん、だってあなたが頼んできたんだから、はい、そうですね、うん、ね、超未来思考で生涯をかけて私の損得っていうふうに意味付けをしないと、うん、多分真面目な福山さんだったら、うん、やっぱり夫と親は私が選んできたんや、うん、だから機嫌取らなあかんのや、うん、っていう話になってくるんで、うんうんうん、言葉を明確にするということ、うん、特にその人と喋る時よりも、はい、自分との会話の心の会話の言葉を明確にするということはすごく大切じゃないかなと思いますね、はい、ほとんどの人が自分との会話の言葉が非常に曖昧ですね、うん、うん、一番大事で一番明確にしなきゃいけないんです、うん、
反対になってますよね。人との会話はあんまり明確じゃダメなんですよ。うん、そこにあのグレーゾーンっていうのを持ってきとかないと、これって多分逆になってますね。なぜかってその証拠があるんです。先生がこう言った、先生がこう言ったっていうのが18番ですから、古い言葉ですけど、なんかなんていうか、こう細かいねーっていうことです。わかりますよね。え、細かいねーって、あのその細かさ、繊細さっていうのは、あの自分との会話の中に、あの持っていった方がいいよねって。そうすれば人に対して、あの誤解したり厳しくしたり、自分の思い込みをあの押し付けたりすることはなくなるよっていうことです。多分福山さんが、あの頻繁に人のせいというものを自分の身を守るためのその手段として今でも使ってるのは、これはあの親と夫に対して使ってた、それは正解だったって僕は常々言ってます。それ以外の人に使うと、お、もう大失敗になるということですね。その同じ手法を僕もしくは他の人に今でも使ってる。で、あのこれはあの損以外何者でもない。ね、だから本当に自分が心の底からそう思っても、あの人を非難する時っていうのはよほど考えて言葉を使わないとダメですよ。先生が言ったからって簡単に言ったら、これ僕だからいいけど、相手があなたが言ったからってお友達に言ったら、もうその日を境にあなたとお友達の関係は完全に切れると思ってくださいね。人を簡単に非難しちゃダメですよ。簡単に使ってますからね。そこは本当に気をつけてくださいね。で、このもう一つの、これ分かりましたね。あの、事故のことね。で、っていうかそれ、その前にもね、これって練習しないとなかなかできないじゃないですか。あの、気をつけてください。わかりますね。あの睡魔が来たんですね。眠気が来てしまって、あのそれは違います。はあ、違います。だってあなた気をつけてる人が睡魔来ますか？あなたが今睡魔が来るというのはね、これは何をあなたは今サボりたがってるのかっていうことに僕は心が動きましたね。睡魔が来るということは僕にね、寝る間も惜しんで何か努力しているということを分かってほしい。承認欲求がバリバリに出てますね。言ってあげましょう。あの一個も足りませんわ。あの本当に眠いぐらいに、あの努力された方がいいでしょう。あなたの心の中の、あの間違った場所に逃げない方がいいですね。あなたは自分の努力が足りないって思えてないんですよ。わかりますよね。だから睡魔を正当化してるんです。私な十分寝てるのに、そうです、なんで眠いんだって。そうです、私病気っていう疑問だったらいいですよ。でもあなたがさっき言った睡魔っていうのは違いますね。あなたのいつもの、脳が少し快になった時の本音ですね。あなたは少し安心したんですね、僕のカウンセリングで今。自分の不注意だけじゃないんだ、ね、そして気をつけてくださいねっていう言い方にも安心したんですね。お前が悪いんやとか、そんなことしょって人に迷惑かけたらどうするんやとかは、あなたがあの幼少期から言われてきたことなんで、それじゃない言い方をされましたから、安心してしまった。そうすると、心のブレーキが外れちゃったんですね。そうすると、睡魔が、って、絶対違います。あなたは睡魔をここで肯定すると、車の運転を放棄しなきゃいけなくなりますよ。事実として、暗示じゃなくて、事実として、睡魔ではなかったと思います。
ね、うん、この時間に思い出す作業をしてると、はい、時間がいくらあっても足りませんから、うん、この思い出す作業は、はい、睡魔ではなかった睡魔の前、うん、はい、睡魔の前のタイミング、はいはい、うん、何してたかっていうことです。うん、それを自分で思い出してください。睡魔の一個手前です、うん、時間的にね、はい、時系列で、うんうん、はい、睡魔が起きたことは事実だと思います、うん、睡魔の一個手前、はい、ね、はい、じゃあ前半はここで終わります。はい、ありがとうございました、はい。